久全然儲かってないですね <laughs>。全然儲かってないですね。うん。まあその儲かる基準がまあ人によって変わると思うんですけど100万,円儲か100万円稼げたら儲かったっていうのか,1億,儲か1億稼げたら儲かったっていうのか10億円稼いだら儲かったっていうのか人それぞれ基準違いますからね。 100万円稼げない人からすると100万回下げたら儲かったってなるだろうしね。基準が違うんだよね。僕の基準から言うと全然儲かってないですね。まあそれは人それぞれ違うのでただ、一つ言えるのは、儲かってないけれども、あの人一人の自由な生活はできるよっていう、それぐらいは稼いでるよって話ですね。昔ね、久保さんもそうですけど、従業員雇ってやってましたから、例えば手取りね、14万で少ないってみんな言うじゃないですか。 どうですか手取り14万なら少ねえこんな会社やめてやるって言うじゃないですかでも手取り14万を10人雇ったら月間140万なんですよで年間で1千四百万一5 0 0万超えますよねどうですか手取り14万で10人雇ったら年間で1500万超えていくんですよ10年で1億以上ですよ10年で1億以上払ってなんだこのクソ会社給料少ねえなっていうモチベーションの人を10年雇うんですよしんどいですね 1> で一応払うんですよ。しんどいな。うん、まあ僕はあの儲かってなくてもいいんです。自分が自由なライフ。だから今は昔はその会社でやってた時はその売上げ、儲けをやっぱ儲けを出す売上げを出すっていうことをフォーカスしてますけれど今はどちらかというともう自分のライフですね。自分が自由を担保できる。自分が自由でいられるためのお金は絶対稼ぐ。 それ以上でうん。だから、まあ、なんですかね、このスタイルができるってことですね。もし僕がね、売り上げね、月間で10億とか、まあ、1億目指してるんだったら、あの、久保さんとやりとり逆にしてないですね。だって、これやってて目指せないですもん。もっと、その、ちょっと大きくいろんな違うことやんないと。 もう本当ににそこにフォーカスするんだったらね月間で売り上げ10億とか従業員もいてね従業員もまあ50人100人とかいてねこんな流暢に僕とやり取りできないですよだって僕とやり取りするより従業員のことを考えた方がいいじゃないですかっていうか考えないといけないですよね僕従業員でも何でもないのになんで従業員でも何でもない僕に時間使って従業員に時間使わねえんだって話になるし まあそれはもう圧倒的に会社に時間を使う。経営に時間を使う。僕とのやりとりではなく会社の経営に使うって話になんて多分できないですよ。久保さんが売上目標月間でまあ10億とかね、100億とか目指していくんだったら、年間1000億とか目指していくんだったら、どうすかトヨタの社長がね、トヨタの社長がこんなクリレーできないですよ。<laughs> どうすか。<laughs> かできる理由って儲かってないからできるんじゃないかなと思いますね。 儲けを出そうと思ってないというか、久保さんもそうだと思いますけど、もう会社を大きくするとか、なんかその売上目標を何億円とかするっていうのじゃないと思うんですよ。自分の家族の生活、自由を守っていくための売上がお金があればいい。で、従業員も雇わない、バイトも雇わない。自分たちは食っていく。自分たちの家族が養えるっていう、そこに多分フォーカスしてると思うんですよね。それ以上別に、まあ、会ってこしたことはないけど、目指さないってことですね。うん 多分目指してないでしょうね。100億円月。10億円目指してないでしょうね。久保さん、売り上げ目標。そもそも売り上げ目標あんのかって話で、ね。僕もね、売り上げ目標あんまないですよね。もう。売り上げ目標じゃなくて、ライフの目標ですね。ライフの維持ですね。生活の維持ですね。自由を維持するっていう目標ですね。どちらかというと。うん、であるならば、このスタイルで全然いけるんですよ。このやり取りはね。うん、できるんです。 なお互い多分そうだと思い,思いますよ。続けられる理由って。本当に久保さんが月間で10億とか100億を目指してる経営者だったら、もうこんなやり取りできないですからね。僕もしないですよ。うん。てか、このやり取りしてる時点で経営者として失格ですよね。うん。んな感じですかね。はい。いってらっしゃい。あ、そう、新しい、新しいのが、あの、ソナチネですね。 6万長者合宿ソナチネスタートしましまたソナチネはね北野武のこれこのそこの映画すごいいいですよすごいこのソナチネからブレイクしたのかなこれ結構すごいあの印象深いソナチネですねうんまた見たくなりましたけどこ,これ結構ねいいっすよソナチネは言ってらっしゃい